大阪府都市開発3000系電車大阪府都市開発3000系電車大阪府都市開発3000系電車は大阪府都市開発現戦北高速鉄道が製造した通勤系電車1975年から製造を開始し1990年までに計56両が製造された本校では南海電気鉄道に譲渡された 南海3000系電車についても記述する。また、南馬型先頭車の車両番号、回、フォーメーションイコール編成の略を編成名として表記する。戦北高速線へ、相互のリーれを行っている南海が保有する6200系をベースに設計されているが、製造コスト削減と複数の車体製造メーカーの製造入札に対応するため、車体は、 同一形状ながら外反のみ、ステンレス、内部構え体は普通構成の、いわゆるセミステンレス構造となった。足回りは100系と同一の台車、S 型民電台車を採用。ただし、南海6200系とは異なり、本系列は南海高野線三日市町駅以南の、急行バイク間への乗り入れを想定していないために、そもそも即ブレーキ用の抵抗器を持たない。 また本系列の一次車は登場時非冷房車であり、屋根上には100系や南海6000系に準じたベンチレータが搭載されていたが、1977年製造の二次車以降は、戦木初となる冷房装置を搭載して落成し、一次車も新造後2年以内に全車冷房化されている。行き先表示器の所体は南海の更新前フォーマットに準じており、前面には ページが追加されている。泉中央駅開業時に、旧タイプの幕、赤字の準急、区急表示などが、収録が更新されたが、使用されない泉が丘駅と、高の線の行き先は依然として残っている。1985年以降に増備された4両、編成3本は、車体構造が内部構え体もステンレス製となり、オールステンレス仕様となった。全車が、 東急車両製造、現、総合車両製作所で製造された。2017年8月に出場した3519回より7020系に準じた内装へのリニューアル工事が施行されている。主な施行箇所は、以下の通り、4両編成3本、計12両が存在する。従来車との主な変更点は、車体構造が、 セミステンレスからオールステンレスになった点で、その他にも、列車無線アンテナの形状と取り付け位置の変更、客用ドアの室内側が化粧板仕上げに変更などが挙げられる。また、台車に台形の補強材も追加されている。1990年落成の3523.3524が最終新造車である。編成の自由度を向上させるため、 六両編成の一部から中間車二両を抜き取り、先頭車化改造を行った番台区分である。1999年度に中間車六両が二両編成三本に改造された。種車がセミステンレス使用車のため、五十番台車もすべてセミステンレス車体である。全商灯は七0系と共通のコンビランプ、ただしび灯と全商灯の配置が逆を配置し、 運転外機器には100系の廃車発生品の一部が流用された。また、中間車のドア配置がもともと不均等だったため、南波・中本ズ型の車両と泉中央方の車両で、ドア配置に若干の差がある。また本グループには、改造時に車椅子スペースが設置された。泉中央よりのモハ3552では、乗務員室後部の両端に座席が設置されておらず、 開放的なスペースになっている。改造された直後は、元の6両編成時代の車両と常時連結されていたが、2005年10月16日のダイヤ改正で3000系4両編成の運用が増え、検査などにより4両編成が不足する場合に一部の50番台2両兵を切り離して4両編成を年出することが行われるようになった。 基本は4両編成と並結した6両編成で運行されている。かつては朝ラッシュ時に別の4両編成を増結し10両編成で運行されていたが、10両編成廃止後は6両編成のみの運行となった。2016年より2編成同士と4両編成をそれぞれ並結した8両編成の運用にもついている。50番台編成の新旧対象は次の通り。 四次者、3513回3515回、1980年6月竣工、と五次者、3517回、1981年6月、竣工は、当初以下に示す変速編成で落成した。その後、3515回から中間車の3023から3024号車が3513回へ、 転用されて、同編成は六両編成となり、三千五百十五回には三千五百十七回の中間車三千二十五から三千二十六が新たに組み込まれた。この結果、三千五百十三回三千五百十七回が六両編成、三千五百十五回が四両編成と、それぞれ再編された。九百九十六年の七線形営業運転開始後、 戦闘車の運転台後側の側面に千木のロゴプレートを順次取り付けた。1999年より前述の通り3511回3513回3517回、いずれも6両編成から中間車2両を抜き取り、戦闘車化階像の上で50番台に区分した。2006年より老朽化による廃車が発生し、6両、 編成であった3501回のうち中間車2両を除く4両が廃車となった。3001から3002は二次車の3507回、4両編成に組み込まれたが、翌2007年に7 0 2 0系一次車6両の導入に伴って同編成及び3001から3002は廃車となり、当初より冷房車として落成した二次車からも廃が発生した。 2008年には7020系二次車12両の導入によって3503回3505回の6両編成2本が廃車となり、比例棒で落成した一次車は全廃となった。なおここまでの廃車で発生した台車は南海6100系の6300系改造に転用された。 2009年2月頃に3509回3517回3555回にスカートが試験的に取り付けられた。後に3513回3515回3519回3553回などにも追加設置され3518号車3551から3555号車を除く全戦当車にカートが設置された。 2012年11月のダイヤ変更にて重量編成運用が削減されたことで4両編成3本、3513回3515回3517回、および2両編成1本、3555編成が運用離脱、除籍され、その後は南海電鉄に車両ごと譲渡され、後日の3000系となった。時期は不明であるが、 3519階の土平装置は新型のものに交換されている50番台は改造時に全車交換済みドア上部の形状が斜めになっており広告枠主に路線図を表示が小さくなっていくこと扉開閉速度が未交換車より遅いところから容易に判別できる仙北高速鉄道では四両以下の編成が単独で営業運転される列車がないため 編成同士、または別の編成と組んで運用される。6両編成、4両編成、2両編成、50番台。2012年11月23日に実施されたダイヤ変更に伴い、3513回、3515回、3517回、以上4両編成、及び3555回、2両編成が余剰となったため、 2012年12月27日付で大阪府都市開発の車両として除籍され南海電気鉄道の千代田県社区や羽倉崎県社区へと改装されたこのうち3517回3555回については他の2編成より先に千代田工場に入場し全般検査と整備を受けていたが2013年5月24日に南海職で出場 同年9月28日に竣工し、南海本線で営業運転を開始した。続いて3513回3515回も千代田工場に入場し、出場後南海本線内にて試運転が実施され、2013年10月7日付で竣工した。なおこの譲渡改造の際、3517回プラス3555。 F の3518号車と3555号車は中間閉じ込め化され、運転台機器や戦闘車両としての外見はそのまま、転落防止ホロが取り付けられ、6両固定編成となっている。元戦木戦車両のため、他の転落防止ホロがスクリーン型なのに対しこの際に取り付けられたのは、他の南海戦車両同様の互い違いのタイプとなっている。この固定編成化により、 3517号車の貫通ホロが撤去されている。また、3513回と3515回も、機器の関係上4両編成単独運用は行われておらず、これら同士で8両編成を組んで営業運転についている。3513回の3514号車には、戦北戦時代にスカートが取り付けられていなかったため、 この譲渡の際に取り付けられた。登場時の車内の座席はワインレッド、スプリングクッションであったが、2016年3月に8300系と同じ茶色のモケット、ラボックススポンジゴムクッションに交換された。ただし、客用ドアの室内側はステンレス無塗装のままである。2018年には空港線の需要に対応するため、 タブレット式の自動放送装置が全編成に設置された。この装置は7100系や9000系にも設置が進められている。4両編成5本、3509回3511回3519回3521回3523回と2両編成2本、3551回3553回の24両が運用されており、 4両編成を2本4両、編成1本と2両編成2本を並結した8両編成、または4両編成と2両編成を並結した6両編成で、区間急行、準急行、各駅停車、仙北高速線内を折り返し列車のみに用いられる。平日朝ラッシュの仙北区急難廃棄の8両編成前から4両目、4号車は、泉中央駅天下茶屋駅間のみ、 女性専用車で4号車となることのある千木砲戦闘車3502系にステッカーが貼られている。上機区間急行、準急行として南馬駅中本駅間のみで運用される。1989年9月3日のダイヤ改正以前は高野線の車両と共通運用で3日、市町駅まで乗り入れていた。4両編成3本。 3513回3515回3517回と2両編成1本3555編成が運用されているが、前日の通り3517回と3555回は6両固定編成となっており3513回と3515回は8両編成を組んで運用される。前者は 急行から普通まで6両編成が充当される、すべての運用に入る。そのため基本的に同線の急線系6両編成車と共通運用である。後者は同線の8両蘇生編成と共通運用で、ラッシュ時の空港急行を中心に設定されている8両編成運用に充当される。そのためこの2編成には、戦国潜在石時代にはなかった。 女性専用車両の設定が、和歌山法戦当社になされた、その後2015年12月5日改正で、戦北線列車にも、女性専用車両が設定されたことにより現在は、戦北線所属の編成にも設定されている。なお、この8両は、常時3513回プラス 3515F の順に並結されていて、実質8両固定編成となっていて、 女性専用車両に当たるのは3514号車。ナ馬バだから4両目のみであるが、和歌山市方の先頭になる3516号車も、ステッカーが貼り付けされている。ただし常に、下りの先頭に立つため機能はしていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。